皆さんこんにちは。今回は SOIF がサービス終了しませんっていうことについてちょっとおしゃべりしていこうかと思うんですけど、まあ、こういうこと言うと SAO のスマホゲーは刷新することが決まってるとかなんかそういうこと言う人いるんですけど、もうそれって推定でしかないんですよ。なんかデータとか売り上げの数値見てこういうことを、まあ、するのが、まあ、恒例っていうか、まあ、そういう感じなんですよとかそういうこと言う人いるんですけど、そういう情報とかなんか聞いたり見たりそのねそういうの動画で言ってる人いるんですけど、でもなんかその 100% 刷新するんだってそれでね見て判断してあもう確実なんだとか思ってる人はネットの情報に踊らされてます。もうなんか誰が決めたんだよって、もうそれなんかそういう炎上商法でそういうこと言ってる人とかいるんですよ。マジで SOIF にめっちゃ課金してる人とかずっとやってる人とか本当に IF が好きな人 IF 民が聞いたらもう本当激おこです。マジでそんなことをネット上で言ったら、まあ、何が起こるかわかんないぞ本当に。まあとにかくそういうのは推定であってこれから 100% そうなるっていう確証がないし、未来のことはまだまだわかんないので、まあ、とにかく、その、刷新しないっていうことについて、その、何を根拠に言ってるかっていうのを、ちょっと言っていこうかなって思うんですけど、最近ね、2022年の5月13日に、公式生放送があったんですよ。SAOIF の。ウィークエンド IF って言って、金曜日にやるやつなんですけど、SAO ゲームズ、ビーターズカフェってやつですね。それが SAO ゲームの公式チャンネルなんですけど、それでね、まあ、新階層の情報とか出たんですけど、その後に、アンケートに答えたみたいなコーナーがあって、SAOVS との違いを明確にしてほしいっていう、それについてね、答えたところがあったんですけど、SAOVS っていうのは、今年2022年、この動画撮ってる時点では2022年なんですけど、今年に出る、新しい SAO のスマホゲーなんですけど、その SAOVS のね、最新情報を出すその、公式の生放送を見たんですけど、SAO ゲームスのさっき言ったその公式チャンネルのね、そういう生放送もしてるんで、見たんですけど、なんかスイッチとかバーストとか覚醒とか VS と IF でちょっと似たような要素多そうに見えるんですよ。なんかそういうのが出たんで、情報が。でもこの生放送で SAOIF の開発陣が言ったのは、VS と IF ではジャンルが違うので内容が被ることはありませんと。VS が出るからといって IF で手を抜くっていうことはないですと。で、まあ VS と IF の違いの一つとして、SAOVS はこのクロスエッジっていうゲームをキリトたちがやるっていう設定なんで、クロスエッジっていう世界の話なんですよね。で、SAOIF はアインクラッドに行けるんですよ。こうやってアインクラッド行って、こういうトカゲのモンスターとか、こうやって戦ったりできるんですよね、こういう感じに。こういう感じに。まあ、あとは SOVS がバトルロイヤル系のゲームなんですよ。どっちかっていうと対戦ゲームみたいな感じなんですけど、SOIF は、まあ、対戦ゲームっていうよりはみんなで協力して敵を倒す、大きな敵を倒したりとか、なんか、モンハンじゃないけど、まあ、協力して、なんか、狩る感じのゲームなんですよね。定期的に開催されるギルドランキングイベントで、ギルドオブギルズっていうのがあるんですけど、これギルドランキング戦とか言われるやつなんですけど、ギルドを自分で作ったりして、まあ誰かが作ったギルドに入ってもいいんですけど、その最大30人まで参加できるこのレイド戦みたいなのがあって、これでいかに早く倒すかとかで、まあ生存ボーナスとかあるんですけど、生存するとスコアが上がったり、そういう速さとか生存したかでスコアが高くなっていく、ゲームっていうかスコアを競うゲームですね。そういう大会っていうかイベントみたいなのが定期的に開催されるので、それに向かってみんな頑張るって感じですね。 SOVS では複数のキャラクターを自分で操ったりするんですよ。なんか一人で複数のキャラ使うんですけど、やっぱ SOIF は一人一つのキャラで、まあ、みんなで複数に集めてみんなそれぞれ役割分担できるっていう感じのゲームですね。
この新しく出るゲーム SOVS のプロデューサーさんが竹内 P なんですよ。でこの竹内 P っていう方が SAOIF のプロデューサーでもあって、だからか知んないんですけど、まあ覚醒とかスイッチとか似たような要素、まあそれ言うと、まあ SAO っていうゲーム自体がやっぱそのスイッチっていうのが入ってくるのは、まあ別に VS だからとかじゃなくて、いろんなゲームでそうだと思うんですけど、まあちょっと似てる要素多いんですけど、もう公式でジャンルが違うっていうのが公言されてるので、でも SAOIF って100層まで行くのはもう確定なんですよ。アニメとかだと75層で終わっちゃったんですけど、100層まで行ってもうすでに今最高回数もうすぐ85層出るんですけど、100層まで行って、まあ、75層以降は SAOIF オリジナルストーリーなんですけど、100層出たらその100層以降ももう決まってるっていう感じですね。なのでまだまだ続くということです。あとはね、この課金とかで買えるそのアバターっていう、その見た目変えるあのコスチュームっていうか、ステータス関係なく見た目だけ変えられるっていう機能があるんですけど、まあ、こういうコスチュームを変えると。でこのコスチュームの売ってるやつがいつまで売るかって、その大体こういうやつってその開催期間っていうのがあって、これ2024年の11月7日って書いてあるんですよ。だから少なくともこの日までやるんじゃないかとか一部で言われてて、一部っていうかまあ一時期そういう話題になって、まあそういう説もあるので、まあまだまだわかんないですよということです。まあ以上がサービス終了しないっていうことの根拠なんですけど、まあ俺はこのゲームサービス終了してほしくないです。俺の願望ですね、もうそこは。まあそれってあなたの感想ですよねって言われると、まあその通りだと言うしかないんですけど、ただ絶対にサービス終了するっていう確証もないので、まあとにかくこのゲーム一度ちょっと触ってみてください、やったことない人は。まあそれだけですね、本当。もっとこのゲームが広まってほしいと思うので、まあそれが一番言いたかっただけです、正直。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。